はい、今ですね、激闘飛 CX ミッションの、フュージョン6体、ミッションですか、に来ております。いつもありがとうございます。おつぼんば徳島のファンブリーです。いつもドッカンバトルやっていくんですけども、なんか難しいんですってね、これ。俺なんかゆるく勝てたような気がするんですけども、なんか難しいっていうあの声を、聞きましたので、まあ動画化に、してるんですけども、ちょっと俺勘違いしてさこれこいつ劇場版ヒーローじゃねえじゃんと思ってダブルピースじゃねえ。ねリーダーなんですけど、祭りゴジータね。そう、劇場版ヒーロー200番ね。これ何を勘違いしたんか、これ連れてきてる。で、奇跡的にここまで来てる。で、フレンドさんをパワークレ悟空をお借りしたんですよ。で、あと中身なんですけど、スーパーゴジータでしょ。で、通常歌手さんのゴテンクス。で、今、強化月間中の3周年ゴクベジ。これ久しぶり使ったんだけどね、フェスゲンの。母体出すのに9万円かかったこのゴジータね。そうで、フュージョンやね。でアイテムはね、持ってきてないんですよ。そうで、今8ターン目か。うん、まあちょっと変わりましょうか。これにどこまでついてこれる。これも久しぶり見たもんね。何を思ってフェスゲンの変身ゴテンクス連れてきてるの。フュージョンで相当してたからね。そうそう、なんか3戦目ぐらいで、じゃあ1戦目の最初で、なんかえらい、あれこんな300万ぐらいしかアタック値出てなかったんですよ。あれこんなもんだったっけと思って、ようよう考えたら、あ、ゴテンクス劇場版ヒーローじゃねえじゃんと思って。これぞ徳島のパンプキンですよ、わかりますか。まあこの編成で勝てますね。うん、なんかいろんな配信者さんはそのリーズナブルな、あのなんか皆さんが組みやすいような、そっちってあのフュージョン編成でなんかあの解説やってましたわ。うん、こう見えていろんな配信者さんの見てますよ、私は。そう、プリチャさんとかね。そう、あの代表格で言うたら毒舌ゾンビさんね。そう、あとハクワ君。そう、ハクワ君なのかさんなのか、うん、年齢は分かんない、まあさんですよね。そう、プリチャさん、ハクワさんとかね、毒舌ゾンビしで、あのライちゃんとかね、うん、とかごちゃごちゃ言うておりますけど、アコケンさん、関東の海洋神さんね。そう、関東の海洋神さんのあの動画見るといいよ、あのキャラ薄な方は。そう、うん、それとあのアコケンさんね。うん、ほんで、ああ、うわ、これも久しぶりやな。はい、久しぶり見たな、これ。なんでこいつ連れてきた。どうした。正義の死神スーパーゴテンクス。もうほんまに年々ボケてきろるぞ。いけるんか。徳島のパンブキいけるんか。年々ボケてきろるぞ。お、9ターンやって。ドッカンモードじゃん。ドッカンモードちゃうけ。ドッカンモードじゃん。発動せんか。あ、発動せん、ギリギリ発動せんねや。うん、いや、これでもここまで来れる、来れてるっていうことは、変身ゴテンクスは強いっていうことですよ。皆さん。皆さんはちゃんとしたチーム編成できない。そう。てか、このタラバタゴジータが強すぎる。え、これでなんぼのミッションクリアできるのよ。おうおうおう。今、8ターン目だったな。え ?9 ターン目だ、8ターン目だったな。やべ、さっきのもあかん、もう年々ボケてきろ。あかんあかん。一番仕事辞めたいかんやつナンバーワンや、わしが。いや、仕事辞めたらボケる言うでね。怖いで。そう、フュージョンとアイテムなし。あれ、なんだったんかな、忘れたな、もう早から。うん。あ、いろんな動画出てるから見てね。私が新キャラ、新キャラ使った動画、そう、投稿してもなんかほんまにアベレージっすか。体属性はちょっとしんどいな。フュージョンでサポートアイテム使わず、あ、これクリアですよね。ほんで、ばポタラは無理や。あ、これ11ターンもいけるやん。な、ステージ3サポートアイテムなしで11ターン。これもいけるやん。ちゃうわ。C か、これ。C。ミッション C と、ミッション B。ミッション C とミッション B と、ミッション E からに。マジの力。ミッション C と B な。そう、ミッション C と B、ダブル攻略です。はい。
先ほど のチーム編成でいけますから。どのチーム編成だった？ここじゃねえな、どれだかな、もうもたついてるわ、ごめんな。こんなところで尺こじきしてるけど尺こじきこれな、そうそう、これ、うん、あとフュージョンやったら誰がおるんだろう。今これフュージョンか、フュージョンの劇場版ヒーロー言うたら、フュージョンの劇場版ヒーロー、こいつか、タラバタ。いやーでもなまあ10周年曲芸に期待です。まあそんな感じです。はいはい、まだクリアなされてない方ぜひね、まあ、参考にしてみてくださいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。